まあ、まあだだ。まだやるの？早くぶっ切るさせてよ。1号車が5号車になったんだとすると、救護室に隠れていたはずの犯人はどうした？お前だって5号車を調べたはずだ。だが犯人などいなかっただろう。犯人はあの時も5号車の中に隠れていたはずだ。きっとあの車両の中で一番安全な場所で。ここだ。犯人はずっと鍵がかかって開かなかったメインコントロール室に隠れていたんだ。あそこなら鍵がない僕では絶対に入れないから。きっと1号車が伏線を走っている間に犯人は救護室からあの場所に移動したんだ。列車を管理するアマテラス社が事件に絡んでいたなら、犯人があそこの鍵を持っていても不思議じゃない。そして覗き窓からも見えない死角に身を潜め僕をやり過ごしていたんだ。違う、私じゃない。私が犯人なんかじゃない。いい推理だったね。会心の一撃ってやつ。もうすっかり弱ってきたんじゃない？あとはとどめを刺すだけだね。とどめってどうすればいいの？これまでの推理を全て回答にぶち込んで重くクソ叩き切るんだよ。We'll be right back.
寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。あっけなく死んだ5人の超探偵たち、追われるご主人様と追うアマテラッシャー。事件の真相を明らかにする超推理フィナーレ始まるよ。事件はカナイクへ出発するアマテラス急行の中で起きた。僕はその列車に出発時刻ギリギリで乗り込んだ。この時点ではまだ列車は5両編成だった。ご主人様、忘れ物保管室でぐっすり寝てたよね。寝過ごしてたら事件にもありつけないとこだったよ。その列車は出発する際最後尾の5号車を残し4両編成になっていたんだ。この時からすでに犯行はスタートしてたんだね。列車を手配したアマテラス社もフルだったってことだよ。列車の中では小探偵たちが2号車に集まっていた。そこは食堂車だったんだけど、犯人は事前にそこの飲み物に睡眠薬を入れていたんだ。この計画のため犯人は一番最初に列車に乗り込んでみんなを待ち構えてたんだろうね。しばらくして具合が悪くなった僕にメラミさんは気遣ってコーヒーを入れてくれたんだけど、僕はそのコーヒーを飲んで眠くなってしまった。この時は幻聴による体調不良だと思っていたけど、本当は睡眠薬によるものだったんだ。俺様ちゃんのせいだと思ったの？死神聞きの悪いこと言わないでよ。犯人はそんな僕を殺人犯に仕立て上げるため1号車へ向かうよう誘導した。ご主人様が具合悪くなったのは犯人にとって想定外だったはずだけど、どう見ても一番罠にかけやすそうだったから急遽計画を変更しターゲットにされたんだろうね。おそらく僕が去った後で他の超探偵たちも飲み物を飲んで寝てしまったんだろう。で、超探偵全員が犯人に焼き殺されちゃったんだね。わざわざ全員焼き殺すなんてとんだサイコパス野郎だよ。ここから犯人は僕を殺人犯に仕立て上げるための準備に取り掛かる。まずエイフェックスさんの焼死体を1号車の救護室へ運んだんだ。俺様ちゃんたちが最初に見つけた死体だね。さらに僕が寝ていた洗面所の近くに消火器を転がしておいた。後で僕がそれでドアを破るように仕向けるためだ。目撃者に中に入ってもらわないと死体を発見することすらできないもんね。そして救護室に入った犯人はドアに鍵をかけ、エイフェックスさんの焼死体と一緒にベッドに横たわった。焼死体と一緒にベッドインなんて、もうサイコパス通り越して紳士、超紳士だよ。羨ましい。さらにナイフとクッションを使った偽装工作を行った。あたかも自分自身が死んでいるように見せかけるためだね。そして犯人は僕が起きるタイミングを見計り室内に火をつけたんだ。ご主人様が寝ている時誰かが洗面所に来たのを感じたけど、あの時にご主人様の様子を見てタイミングを測ってたのかもね。洗面所で目覚めた僕が廊下に出た時、ちょうど1号車には煙が充満し始めていた。ふぅ、タイミングバッチリだね。直後僕は救護室で胸にナイフが突き刺さったジルチさんを発見したけど、すぐに煙幕で視界を阻まれちゃったよね。この時犯人はエイフェックスさんの焼死体と入れ替わり、自分はベッドの下に隠れて僕が入ってくるのを待ったんだ。煙で隠して見えないうちに入れ替わったわけだね。まるで手品だよ。
一方、落ちている消火器を発見した僕は、それで窓を割って鍵を開けて中に入ったんだ。そうやってドアを破るのは犯人の計画通り。そのためにこれ見よがしに消火器を置いといたんだね。煙が晴れた後、僕は完全に焼け焦げたジルチさんの焼死体を発見したと思ってたけど、実際にはエイフェックスさんの焼死体だったんだ。僕は犯人のトリックにまんまと騙されてしまったんだ。だからこそ焼死なんて手間のかかる殺人方法を選んだんだろうね。しかも背格好も似てたし。死体を発見した僕は慌てて1号車を飛び出してしまった。その時犯人はベッドの下に隠れてたんだよね。計画が見事にうまくいってるのを見てベッドの下でほくそ笑んでただろうな。そこから僕は他の超探偵の焼死体を発見していったけど、一方の犯人はベッドの下から出て1号車のメインコントロール室に向かった。メインコントロール室で列車を操作し1号車を切り離したんだ。そのせいで列車全体に揺れと停電が起きて電源が予備システムに切り替わったんだね。ちなみに列車が揺れた時、俺様ちゃんの胸は揺れたと思う？どっちでしょうか？切り離された1号車が伏線を走っている間、犯人はその1号車を5号車に見せかけるための工作を行っていた。もしか、まずエイフェックスさんの焼死体を通路へ運び出すと、前もって外しておいたネックレスを戻した。で1号車のナンバープレートを燃やして判別がつかないようにしたんだね。それらの準備が終わると、犯人はメインコントロール室に入って鍵をかけ、列車が合流するのを待ったんだ。この時犯人が乗った1号車は自動運転で伏線を移動していたんだよね。うん、その間僕らが乗ってた列車は2、3、4号車の3両編成になっていたんだ。こっちはトンネルの中だから別れた1号車が横で走ってるなんて気づかなかったよ。僕らの乗った列車はそのまま3両編成でトンネルを進み続け、トンネルを出たところで最後尾の4号車の後ろに犯人の乗っていた車両が合流したんだ。4号車の後ろの5号車としてね。この入れ替えは列車の自動運転システムにあらかじめそうプログラミングされてたんでしょ？プログラムって便利なんだね。こうして犯人の乗っている1号車は4号車の後ろに接続された。この時また揺れが起きたけど、電源の切り替わりはなかったから停電は起きなかった。俺様ちゃんの胸も揺れたけど停電は起きなかったよ。その後僕は接続された1号車を5号車と勘違いしたまま中に入った。車内は犯人によって荒らされていて、僕は1号車の時に割った救護室の窓にも気がつくことができなかった。てっきり取っ組み合いの喧嘩でもあったのかと思ったけど、そう思わせるのが犯人の狙いで、実際は同じ車両だと気づかれないための偽装工作だったんだね。その車両で僕は焼死体を発見し、ペンダントからエイフェックスさんだと判断したけど、実はその死体は最初に発見した1号車の焼死体と同じものだった。焼死体の偽装工作と車両の移動によって僕は完全に騙されていたんだ。死体の再利用なんて絶望的な名アイデアだね。その後列車は金井区の駅に到着すると、あらかじめ用意されていた別の1号車と連結した。これで元の5両編成に戻ったんだね。列車をつなげたり離したり、忙しいトリックだな。さらにその駅にはすでに保安部が待ち構えていた。こうして僕をたった一人の生存者にすることで第一発見者かつ殺人犯に仕立て上げたんだ。あ
マテラス社もグルになって総仕組んだんだね。ムラムラするな。ムカムカだね。この時犯人はまだ偽装された1号車のメインコントロール室に隠れて、ご主人様が連行されるのを待ってたんだね。犯人はあそこにいたんだよ。自分以外の超探偵全てを焼き殺し、自分自身も死んだと見せかけ、生き残った僕を犯人に仕立て上げた非道かつ狡猾な犯行。それを実行した無慈悲で醜悪な犯人、その忌むべき正体はジルチ・アレクサンダー、あなただ。僕の導き出した真実だ。これで終わったの？これって、これこそが真実だよ。この謎迷宮を作り上げた真犯人の魂だね。真犯人の魂で、これをどうすればいいの？ふっふん、ようやくメインイベントだね。こうするんだよ。いっけー、俺様ちゃん。みなぎる殺意、あふれる絶望、死神ちゃんの美しき魂が邪悪な事件を打ち砕く。全ての罪人に死を、忌まわしき謎迷宮に崩壊を。あれ？戻ってきた。今度は何を言っている。精神に変調をきたすにはまだ早いぞ。これから保安部でじっくりと取り調べをしてやる。じっくりとな。え？死神ちゃん、どこ？何も状況が変わってないけど、どうなってるの？ちょっと、死神ちゃんってば！よし、捕まえろ！待ってください！犯人が分かったんです！なんだと？犯人は、ジルチさんです！彼はまだ生きていて、僕を犯人にしようと。何を言っている？あいつは、とっくに死んでいる！え？でも、うるさい！議論の余地はない！これ以上は時間の無駄だ！さっさと連行しろ！死神ちゃんってば！どこ行ったの？これじゃ話が違うよ！キャッキャッキャー！俺様ちゃんならここだよ！ご主人様の慌てる姿が可愛かったから、ちょっと隠れて見てたんだ。
ふざけないでよ。ねえ、どうして状況が何も変わってないの。とうとう幻覚を見始めたか。ふん、この調子なら簡単に落ちそうだな。おい、連れて行け。なんだと？死んだ？終わったみたいだね。え？終わったって何が？死神ちゃん、どういうこと？代償ってやつだよ。俺様ちゃんが真犯人の魂を狩ることで、その犯人が作った謎迷宮が崩壊する。そうするとその代償として謎迷宮を生み出した元凶そのものも消滅するんだ。元凶そのもの消滅？まさか。そう、真犯人は死ぬんだよ。じゃあ今の報告は真犯人であるチルチさんが死んだっていう。これにて事件はブワッと解決。真犯人も死亡。晴れてご主人様は無罪放免だね。めでめでたしたし。めでたくなんてないよ。僕が謎を解いたせいでチルチさんが死んだんでしょ。え、相手は4人もの超探偵を殺した凶悪犯だよ。死んで当然じゃない。だいたい無罪放免ってわけにはいきそうにないよ。チルチさんが死んだっていうだけじゃ。だったら今から俺様ちゃんが言うことをそのまんまあの金ピカ野郎に言ってごらんよ。わかった。スパンクさん、もしかして今の報告ってチルチさんが死んだという話ですか。なんで貴様がそれを。やはりそうでしたか。彼がついさっきまで生きていたとすれば事件の様相が変わってきます。俺様ちゃんじゃなくて僕の目の前で死んだはずの人間が生きていた。これが犯人の偽装でなければ何だと言うんです。まさかアマテラス社の保安部ともあろう方々が嘘をついて真実を隠蔽して無実の人間を断罪しようとしていたなんてことはありませんよね。なんだと。貴様、それで一矢報いたつもりか。忘れたわけではあるまい。ここがすでに金井区だということを。貴様の立場などアマテラス社の一存でどうにでもなるんだ。いや、あの、僕はそういうつもりじゃ。ちょっと、あっさり折れないでよ。もう一息だったのに。もういい、問答無用だ。貴様を逮捕する。いいか、貴様に黙秘権はないし弁護士を呼ぶ権利もない。さあ、こいつを連行しろ。そんな。待った、ちょっと待った。ちょっといいですかね。貴様は。まあ、揉めるのはここまでにしときましょうよ。お互い上からの命令でやむにやまれぬ立場、余計な波風立てずにさらっと穏便に済ませません。ほら、証拠の捏造とか嘘の証言とか報告書にまとめるのも結構面倒でしょ。整合性を保つのも一苦労だ。そんな余計な苦労するよりもここは私に任せて。その真犯人の男がさっきまで生きてた姿、私も見ちゃったんですよね。なんだと。何事もなく帰らせてくれるなら世界探偵機構には適当に報告しときますよ。お宅も困るでしょ。お宅のせいで世界探偵機構が退去してきたら、それこそ懲罰ものじゃないですか。だからね、触らぬ神にたたりなしってことで。行くぞ。よかった。なんとかなったか。誰この人。さあ。
じゃあ改めて長旅お疲れ様、そして金井区にようこそ。はい。君がユーマだな。ユーマココヘッドだろ。そうですけど、あなたは？俺は夜行風流ってもんだ。金井区生まれの金井区育ち、世界探偵機構の一員で金井区唯一の探偵事務所、夜行探偵事務所の所長でもある。我が探偵事務所はお前を歓迎するぞ。よろしくな。あ、はい、よろしくお願いします。そっか、この人も世界探偵機構の探偵なのか。ようやく味方に会えた気がする。それにあの保安部を追い返すくらいだし、もしかして相当すごい人なんじゃ。そう？どう見ても適当そうなおじさんだけど。あ、そうそう、俺様ちゃんのことは他人に喋ったらダメだから。ご主人様は忘れてると思うけど、この秘密も契約に含まれているんだからね。もし破ったら大変なことになるよ。具体的にはご主人様の全身の血が全て抜き取られ。わかった、喋らないよ。ま、喋ったところで頭のおかしい人扱いされるだけだろうけど。じゃあさっさと行くとするか。ああ、そうそう、ついでに今の事件の詳細も聞かせてもらおうかな。はい。すみません、お待たせしました。手続きに手間取っちゃって。尋問レベルの厳しさだろ。金井区は完全鎖国の状態だからな。携帯電話をはじめとしたあらゆる通信機器は没収だし、カメラを金井区の外に持ち出すことも許されない。ま、通信機器を持ち込んだとしても金井区の外と中では通信は完全に遮断されてるけどな。そんな徹底した鎖国のおかげで、こんな立派な駅なのに今や誰も使ってない。誰もですか？にしてもあんな風にアマテラス社とトラブルなんてとんでもない大物だな。まったく、マジでビビったよ。できればあの連中とは関わりたくないんだよな。ぶっちゃけ保安部の連中は探偵を目の敵にしてるからさ。基本あいつらとは目を合わすなよ。噛みついてくるからな、狂犬と一緒さ。はい。アマテラス社としては統一政府や世界探偵機構に余計な介入をされたくないんだろう。連中が殺し屋を雇ったって話も俺のところに伝わっている。殺し屋？金井区に入る前に超探偵たちを処理しようと計画していたみたいだ。その結果がアマテラス急行殺人事件だったというのが真相だろうな。じゃあ犯人のジルチさんって本当は殺し屋だったんですか？いや、ジルチという超探偵は存在する。しかし事前に殺害されすり替わっていたようだ。ほら、お前がさっきまでいた1号車、あの中に本物のジルチが横たわっていたんだろうな。あらかじめ到着駅に別の1号車を止めておき、そこに本物のジルチの死体を置いておく。そしてお前たちを乗せた4両編成の列車が金井区の駅に到着次第、ダミーの1号車と連結させれば超探偵5名の死体が金井区のホームに並ぶことになる。そしてお前が犯人として逮捕され、超探偵は誰一人残らないという筋書きだ。そこまでするなんて。まったくだよ。計画は未遂に終わったとはいえ、超探偵を5名も失ったのは痛手だ。いや、そう考えるとほんとよく生き残ってくれたよ、ユーマ。俺様ちゃんのおかげでね。
てる、疲れてる。あ、でも本物のチルチさんも存在してるってことは、結局アマテラス急行に呼ばれた超探偵の人数って僕を含めて6人ってことになりません？だとするとやっぱり数が合いませんよ。ブッチーが世界探偵機構から聞いていた話だと、この列車に乗る超探偵は5人の予定でした。ああ、そのことについては後で話すよ。それよりさっさとこの場を離れよう。保安部の連中に目をつけられると厄介だしな。雨だ。あ、本当だ。あいつ何者だ？さあ、なるほどなるほど、覚えられるかな。キュッキュッキュー。